鉱石は、さつまいもの品種の一つ。旧三富神殿地域の珍珠神明社の境内には、天もの神として、川越芋が祀られている。鉱石は1898年、埼玉県木崎村の主婦山大地が、偶然発見した、さつまいもの突然変異種である。従来のさつまいもよりも、はるかに甘くて美味しく、翌年市場に出したところ非常に高値で売れ、 近隣の農家にたちまち広まった。この時近隣の農家の要望に応え苗の生産を受け負ったのが山田一の甥いである吉岡三木蔵であり、功績のネーミングは彼によるものである。吉岡三木蔵はおばが生み出したこの品種を広めることを自らの使命とし、薄利多売で苗の生産販売を行った。俗称、金時とも呼ばれるが、 徳島県のナルト金時や石川県の五郎島、金時とは異種である。1931年、山田一は農業功労者に贈られる不眠賞を受賞する。日本でサツマイモが栽培されたのは江戸時代からで、関東地方では、京法の大飢饉以降に盛んになり、長きにわたって飢饉の際の食物、主食の代用物とみなされてきた。しかし、川越藩主、 松平忠久氏が、将軍、徳川家春に、川越地方で採れた、さつまいもを献上したところ、川越芋の名を賜り、完成年間に、つぼ焼きの焼き芋屋が繁盛し、栗よりうまい十三里として、川越芋の名が広まった。その川越地方では、いち早く鉱石を取り入れ、川越芋の知名度から、川越芋といえば、この鉱石として高級ブランド野菜となっている。 川越芋振興会では、有料系統選抜を行い、品質安定のための努力を続けている。人為的な品種改良をされた品種が、大半の現在のサツマイモ栽培で、功績の占めるシェアはわずか数パーセントに過ぎない。しかしながら、サツマイモが基金食から、今日のようなおやつ、菓子の材料としての、美味しい野菜としての位置づけを獲得することとなった、明治以降の品種改良において、 鉱石はその端緒となった品種である。そういった意味で、日本農業史、食文化史においての足跡は大きい。西尾敏彦。主婦が見つけた不及のさつまいも品種。山田一の鉱石、農業協最新文1999年8月11日より、天才。農林水産技術情報協会。2009年5月31日閲覧。ありがとうございます。